千とせは海上自衛隊の護衛艦、筑後型護衛艦の6番艦。艦名は千とせ側に由来し、この名を受け継いだ日本の艦艇としては、旧海軍の巡洋艦、千とせ、空母、千とせに続き3代目にあたる。千とせは第三次防衛力整備計画に基づく昭和45年度、計画警備艦船220号艦として、 日立造船舞鶴造船所で1971年10月7日に寄港され、1973年1月25日に浸水、1973年8月31日に収益し、第4護衛隊軍第35護衛隊に編入され、大港に配備された。1982年3月27日、横須賀地方大霊下に、 第37護衛隊が新編され、綾瀬と共に編入、低傾向が横須賀に転籍。1983年10月の三宅島噴火による災害派遣活動に従事。1986年11月の伊豆大島、三原山噴火による災害派遣活動に従事。1996年5月16日に実施された第57回下田黒船祭りに、 アメリカ海軍ミサイルフリゲとカーツ島と共に参加する。1996年8月1日、横須賀地方隊第33護衛隊に編入。1997年2月4日、千葉県犬坊崎沖で遭難した船舶の捜索に護衛艦アマギリ島と共に当たる。1999年4月13日、除二十五年七ヶ月の収益期間中、 監視任務に32回、グアムフィリピン方面会場実習に6回、自衛隊観艦,艦式に4回参加。総工程は約53万2700回り、地球約25周分、月までの距離に換算すると約1往復半に及んだ。ありがとうございます。